フライトギアはオープンソースで開発され無料配布されているクロスプラットフォームのフライトシミュレーターである。1990年代、カー,アーティス・オルセンらは無料で提供される 2D のフライトシミュレーションの開発を進めていた。それが形となったのは1996年であったが、当時はオパングルに未対応であり 3D のフライトシミュレーションではなかった。しかし、 2D であることへの不満などから、1997年には 3D グラフィックを用いたフライトシミュレーションの開発に転じ、これが現在のフライトギアの原型となっていた。2006年4月5日には0.9、10、2007年12月17日には1.0、0、2008年12月22日には1.9、0、2010年2月25日には2.0、0、 2013年2月17日には3.00と大きなバージョンアップを行っている。A-10 のコックピットフライトギアでは全世界のシーナリーを開発、配布しており、ほぼ全世界の空港が使用できる。0.9、10からは空母2密も使用可能となっている。Windows 版、Mac 版に同梱されているシーナリーはアメリカ合衆国のサンフランシスコとその 周辺地域のみに限られており、後から配布サイトからシーナリーを追加する必要がある。Linux でビルド済みパッケージを利用する場合、配布者によって本体とベースパッケージである場合と、両者を一つのパッケージで提供している場合がある。航空機も同様で、初期データは限られたものとなっている。フライトギアでは、航空機データは民間機を中心に開発されているが、 近年は軍用機やヘリコプターも増えつつある。しかし、ドッグファイトやコンバット機能などは装備されていない。ヘリコプターのフライトモデルは、ヤスサムを改造したものなどがあるが、現在はまだベータとなっている。マルチプレイモードもあり、Google マップを使用した航空地図で飛行状況を確認できるようになっている。 1.0、1> 1. 0, 0からは、滝とのチャットなどによる更新も可能となっている。また、1.0、0からは、空中給油が標準で可能となっている。2008年には、山火事消火オンワイルドファイヤーも開発された。1.9、0からは、マルチプレイ用の航空管制用の機体データが作成された。ただし、他のプレイヤーが管制に従うとは限らず、 また AI 機の完成もできない。フライトギア本体は C を中心とした言語で記述されている。3D グラフィックスはオパングルを使用しており、1.00まではライブラリーにプリブを採用していた。しかし、1.90からはオッポングラフに変更された。また、ネーザルスクリプトをサポートしており、機体の伝送品の動作や戦術の空中給油。 ワイルドファイアーなど広範囲に利用されている。航空機やビルディングなど 3D モデルのデータはブレンダー、AC3D 等を利用して AC3D 形式で作成されている。またビルディングなど一部分はスケッチャップを利用して作成されることもある。また蒸気の 3D モデルに貼り付けるテクスチャはプリブを採用していた1.00までは RGB 形式に限られていたが オッポングラフを採用した1.9例からは PNG 等も利用可能になった。もともとフライトギア本体の開発はプラットフォームごとで大部分が共通した機能で行われている。しかし Mac 版においてはもともとのバージョンの上さらにアップグレードが行われ順次公開されている。フライトギアの航空機は フライトモデルと呼ばれる規則的な機体スペックを入力して作成されている。フライトギアで使用される主要なフライトモデルは以下の4種類である。過去には、ラークシム、バルーン等のフライトモデルが使用されていたが、UFO 以外の蒸気3種に置き換えられ現在ではあまり使用されない。ありがとうございます。